東口まご沢駅は千葉県船橋市藤原7丁目にある東武鉄道の打線の駅である。駅番号は TD32。駅は船橋市と鎌ケ谷市、船橋市の飛び地の境界線上にある。地名としてのまご沢は鎌ケ谷市内にある。駅ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅だが、築地区定上にホームがあり、その下に改札口があるため、 構造は、高架駅に近い。かつては、船橋方面ホーム側に駅舎があったが、1980年代中頃に、両ホームを連絡する地下通路に改札口と西口、東口の2方向の出口が新設された。改札と整体する反対側にはパンやコンビニエンスストアがある。エレベーターは各ホーム階段の北側と東口の階段脇にある。 西口の階段脇にはスロープが設置されている。このほか、車椅子用専用出入口が各ホーム、船橋側に設けられている。トイレは船橋方面ホームのほか、改札脇に多機能トイレが設置されている。駅構内の案内板はピクトグラムを用いたデザインに一新された。ホームにあった釣り貸し機駅名標と路線図は撤去され、駅名標、路線図、 所要時間と一体型になった自立式案内板が設置されたほか、発車表も設置された。1999年11月24日までは、当駅始発列車が存在した。2019年度の1日平均乗降人員は26,529人であり、野田線の各駅停車のみ停車する駅では、最も多い。また、野田線単独駅としても、 岩月駅に次ぐ。近年の1日乗降乗車人員の推移は以下の通り。駅近辺は住宅密集地である。駅南側には千葉県道59号市川印在線。東側には千葉県道8号船橋阿美子線が走る。船橋市運動公園用ー,ート藤原店最寄りバス。停留所は西口ロータリーに位置する船橋新形成バスの マゴ沢駅と千葉レインボーバスのマゴ沢駅東口に位置するマゴ沢駅東口及び東口より徒歩3分で木下街道上にある千葉レインボーバスのマゴ沢駅である。なお、2010年12月1日から東口に船橋新京成バスのマゴ沢駅東口停留所が設置され、丸山地区を循環する丸山循環線が 試験的に運行されていたが、2011年2月28日に試験期間は終了したことから運行休止とされた。その後、同年7月4日以降、船橋市の支援を受けて実験の再開が発表された。期間は2012年3月までの予定であり、合計利用者が200人に満たなければ廃止を検討するとしていたが、2017年現在も運行している。 また、二た地区の交通不便を解消するため、船橋新京成バスがちば、レインボーバスのまご沢駅と、ほぼ同一にまご沢駅入口バス停を新設、同バス停から二たグリーンハイツまでを結ぶ、二たグリーンハイツ線に路線を2016年8月1日から試験運行を開始、2017年4月1日からは、西口ロータリーへの乗り入れを実施している。しかし、 二たグリーンハイツ線は2018年3月31日をもって運行休止となった。ありがとうございます。